近くの道路の安全性に問題はないという結論が得られたことから舗装工事を進めています。福岡市の高島市長は記者会見で、通行再開まで二次被害を出さないよう最後まで気を抜かずに進めていきたい、今後は大きな影響が出た市民生活の復旧も事故原因の究明もどちらも大事になると話しました。北海道の中標津町で今月7日に見つかった死んだオオハクチョウから鳥インフルエンザウイルスの陽性反応が出たことが分かりました。今シーズン鳥インフルエンザに感染した疑いのある野鳥が見つかったのは全国で初めてです。国立環境研究所が今日遺伝子検査を行ったところ鳥インフルエンザウイルスの陽性反応が出たということです。ただ実際に感染しているかどうかや毒性の強さは分かっておらず、北海道大学がさらに詳しい検査を進めていて1週間程度で結果が出るということです。環境省は周辺10キロ圏内を野鳥の監視を強化する地域に指定すると、およそ700メートル先、右方向です。調査チームを派遣することにしています。東大合格を目指して国立情報学研究所などが開発してきた人工知能トーロボット、長文の読み解きなどに技術的な壁があり、現在の人工知能の限界が明らかになっています。およそ300メートル先、右方向です。東大合格を一旦諦めることを決めました。今日公表されたセンター試験の模試の成績は、すべての科目を合わせた偏差値が 57.1。 次の信号は右方向です。その先400メートルで目的地周辺です。長文の文章を読み解く力などが伸びていないということです。研究チームは現在の技術ではさらに大きく成績を伸ばすのは難しいとして、東大合格を一旦諦めることを決めた。